ロバート・キャラダインはアメリカ合衆国カリフォルニア州ハリウッド生まれの俳優、プロデューサー、監督である。ラストネームは日本ではキャラダインとして広く知られているが、米国ではキャラディーンに近い発音で呼ばれる。同じく俳優であったジョン・キャラダインを父に持つロバートは1954年に映画の聖地カリフォルニア州ハリウッドで生まれる。兄には クリストファーとキース・キャラダインがいる。またエゴ兄にはデビット・キャラダインがいる。俳優である父親の影響もあり、16歳の時に兄であるキースと共に舞台に立ち、1971年にジョン・ウェイン主演の11人のカウボーイで映画デビュー。それ以来様々な映画やテレビに出演している。ブレーク前のティム・バートンが監督したオムニバスドラマの一編。 アラジンと魔法のランプではアラジンを演じ、マーティン・スコセッシ監督の作品、ミーン・ストリートでは、イボアニのデビットと共演して、殺人鬼を演じた。また、ナーズの復讐シリーズ4作で、主人公ルイス役を続けて演じた。近年では、映画よりもテレビドラマに多く出演しており、俳優以外で、プロデューサーや、カメラパートの方面でも活躍している祭人である。 自身が出演しているリジーリジーでは、そのうちの1エピソードの監督を務めた。1990年に結婚しており、二人の子供がいる。ありがとうございます。